こんにちは、萩です。今回はですね、東京マラソンの話をですねしていきたいなというふうに思うんですけども、昨日投稿した動画は男子マラソンの話をメインでしております。パリオリンピック残り一枠をかけた最後の戦い、誰がですねパリオリンピックへの切符を手にするのかって話をしているんですけども、東京マラソンといえば男子マラソンも激アツなんですけども、女子マラソンも激アツなわけですよ。国内招待選手、海外招待選手、めちゃくちゃ豪華なメンバーが揃っています。で、海外の招待選手で言うと、男子はキプチョゲ選手がいます、女子はハッサン選手がいます。で、今回男子も女子も揃ってコースレコードを破ることは間違いないと言われているんですけども、特に女子で言うとコースレコードを2分から3分更新するんじゃないかって言われているんですよ。男子よりも女子の方が、記録更新への期待というか、記録で与えるインパクトは相当高いんじゃないかっていう予想をね、されているんですよ。なので男子マラソンも楽しみなんですが、女子マラソンの記録更新もね、今回楽しみにね、していきたいなと思うんですが、今日話したいのはやっぱこの選手ですよね。新谷仁美選手の日本記録更新なるか、この話にね、ちょっと追求していきたいなというふうに思います。新谷仁美選手はね、今回東京マラソン2024に出場するということで、目標はね、日本記録更新ということをもう宣言しています。で、新谷仁美選手といえば、パリオリンピックへの道ではなく、記録更新への道を自ら選んだと。オリンピックを捨てて、自分は日本記録更新をあくまでもこだわっていくっていうことを、宣言して、ずっとね、トレーニングを積んできたわけですよ。なんで今回、新谷仁美選手が東京マラソンで日本記録更新なるかどうか、ここがね、最もね、注目度の高いね、ポイントなんじゃないかなと思います。で、僕のね、予想をちょっとね、今回先にね、述べたいなというふうに思うんですけども、今回東京マラソンで新谷仁美選手日本記録更新、僕はできると思っています。記録で言うと2時間18分30秒台ぐらいで帰ってくるんじゃないかっていうことをね、僕は予想しています。で、その理由なんかをね、ちょっと紹介していきたいんですけども、新谷仁美選手が、パリオリンピックではなく、日本記録更新を目指すっていうことを宣言してから、いろんなね、記事とかインタビュー出ているんです。新谷仁美選手もね、いろんなメディアでね、話をしてるんで、それを僕、あさってね、いろんな記事をね、見るのがすごい楽しみなので、今までいろんな記事を見てきたんですけども、その記事をね、見れば見るほど、この選手はいずれ日本記録更新達成するんだろうなっていうことをね、思わせてくれるようなね、感じがあるんです。で、特に感じた、記事をね、一つ紹介していきたいんですけども、今回のインタビューでも言っているんですけども、今までは人任せでやっていたということをご自身が言っているんです。どういうことかっていうと、例えばで言うと、例えばレースの話で言うと、ペースメーカー頼りにしていたと。誰か前に先頭に、ペースメーカーをつけて、日本記録更新を目指すっていうようなスタイルでやってきたと。で、ヒューストンのマラソンでもね、日本記録を更新を目指して、実際にそういったスタイルで取り組んだわけですよ。新田コーチがね、ペースメーカーを務めて、いいペースで運んで、ただ最後の最後、ペースメーカーが外れてから、失速して日本記録更新にならなかったっていうことでスタイルでやっていたんです。で、これが新谷仁美選手曰く、人任せだったということを言っているんです。で、今回は自らの闘争本能、自分からこう仕掛けていく、脱人任せがテーマだということで、トレーニングを積んできたということを言ってるんですね。で、これって僕ね、めちゃくちゃ素晴らしいことだというふうに思うし、特に新谷仁美選手はこの考え方をより取り戻したみたいな感覚に近いのかな。で、僕、新谷仁美選手が一回引退する前の現役の時からずっとファンで追っかけているんですけども、やっぱ昔って攻めのスタイルだったんですよ。とにかくガンガン行く。もう世界大会ももう先頭に立ってガンガン引っ張っていくような感じだったんです。誰かの選手に引いてもらうとか、集団で休んでラスト仕掛けるとか、もうそういったスタイルではなく、とにかくガンガン攻めていく。で、そのまま行ける時もあるし、大失速するパターンもあるんです。だけど、その攻めのスタイルがやっぱ新谷仁美だったっていうイメージがあって、ただマラソンに転向してからは守りの体制っていうわけではないんだけども、一個一個丁寧に走るようなスタイルに変わったなっていうことは僕ね、感じていたんです。で、それが新谷仁美選手曰く、人任せだったっていうことを言っているんですね。で、これはね、
横田コーチと話していて、なんか思い返したみたいなことを言っているんですけども、まあ、横田コーチが言っていたのは、まあ、新谷選手は、こう、誰かの後ろについてリズムを合わせるっていうよりかは、まあ、自分のテンポでポンポンって走った方が、なんか感覚いいよね。その方がいい走りするよねってことを、まあ、一言ポンって言ったみたいです。で、その一言をもらった瞬間、まあ、ハッとしたということを言っていました。で、これね、僕たち市民ランナーレベルに置き換えるのは、ほんと申し訳ない。申し訳ないんですけども、僕たち市民ランでもその感覚ってちょっとわかりません。やっぱマラソン大会でも誰かのペースメーカーの後ろとか集団で走ってると確かに楽なわけですよ。まあ風よけにもなるし、誰かの前の選手のリズムに合わせるっていうことで、まあ楽に走る瞬間もあるんですけども、一方で自分のリズムではない瞬間があるわけですよね。前の選手に合わせるのでピッチもちょっと詰まるし、伸び伸びした走りではないといえば伸び伸びした走りではないわけですよ。やっぱり調子がいい時、まあ自分一人で走ってる時は先頭に出て走った時の方がなんか伸び伸び走れるというか、自らのランニングフォームだっていうことをなんとなくわかるじゃないですか。それが特に新谷仁美選手はより強い選手だなっていうふうに思うんです。で、今までやっぱ活躍してきたのってそういうスタイルで戦ってきて、まあ自分のリズム、行きたい時にはがっつり行くし、休む時は休むしっていうような自由なスタイルで、まあ世界をね、こう極めてきた選手だというふうに思うんです。だけどマラソンになってからはやっぱこう失敗ができない、まあプロになってから失敗できないっていう思いと、まあとにかく距離が長いっていうのもあって、まあガンガン攻めてしまうと、まあ失速の恐れもあるということで、まあスタイルをこう変えてきたんですけども、このタイミングで昔の闘争本能をかき立てるような一言をコーチからもらったって言って、まあそこから脱人任せってことを言って、今回東京マラソンに挑むってことを言ってるんです。これは新谷仁美選手はやっぱね、もう一段階というか、もうなんか二段階ぐらいステージが上がったような予感がするんですよ。で、確かにペースメーカーがいた方が走りやすいのは走りやすいというふうに思います。で、特に女子単独のレースとかだと、まあ新谷仁美選手はもう先頭集団なので、ペースメーカーがいなかったらもう自分で先頭走っていかなきゃいけないわけですよ。これやっぱ相当辛いですよ。42キロ一人で走ってベストが出るかっていうと相当辛いわけですよ。だからペースメーカーがいるっていうことなんですけども、今回東京マラソンに限って言うと男子と同時スタートなんですよね。で、新谷仁美選手が目指してる2時間17分とか2時間18分台って、男子で言うと結構ザラにいるわけですよね。まあ市民ランナーのトップ選手たちも2時間15分とか16分で狙えるわけですから、まあそこら辺の選手たちと一緒に走れるので、誰かゴリゴリのペースメーカーをつけてへばりつくっていうわけじゃなく、自分のリズムでテンポで走っていて、単独で走ったとしても、周りに選手がうじゃうじゃいるので、ゴリゴリのペースメーカーじゃないけど、周りに選手がいるっていうのは、やっぱ気が紛れて、やっぱ走りやすいと思うんです。で、これができるのって、やっぱ大型の都市型のマラソンしかできないわけですよね。東京マラソンとか、大阪マラソンにしかできないことだと思うんです。まあ他の大会だと、新谷選手はもう一人で単独で走るしかできないんですけども、東京マラソンで言うと、2時間18分台で走って日本記録ペース走ったとしても、男子の選手がこういっぱいいるので、まあ着きたい時は着くし、自分一人で走りたいときは自分で走るっていう、レース中にコントロールできるんですよ。これは相当ね、プラスに僕は運ぶと思ってるんです。なんで、新谷仁美選手は、まあ、ペースメーカーにベタつく、まあ、おそらく最初はペースメーカーにつくと思うんですけども、まあ、自分テンション的に、こう、一人で走りたいなと思ったときは前に出るし、離れたいなと思ったら離れてる。でも、そこから単独走になること多分ないんですよ。最後の最後まで、単純に一人で走んなきゃいけないっていうシーンは多分ないと思います。やっぱり市民ランナーも含めて、男子の選手がいるので、まあこれは記録更新はね、相当期待できるんじゃないかなというふうに思います。まあ前回のヒューストンマラソンで言うと、まあペースメーカーが外れてから、まあ失速してしまった。で、これ悪い言い方をすると、ペースメーカー頼みだったっていう考えがあるわけですよね。ペースメーカーがいれば、最後まで走れて日本記録更新できたっていう考えもあるし、ペースメーカーが外れてしまったらダメだったっていうのは、まあ彼女曰く、まあ甘えだったと弱い部分だったということなんじゃないかなと思うんです。なんで今回この横田コーチの一言ポッとしたね、まあ発言で、新谷仁美選手が、まあ闘争本能をね、もう一度書き
き立てる、あの頃ですね、世界の先頭を引っ張っていた、あの時に感覚的に持ってくる。でも、あの時よりも今のが大人になって、まあ、レースの経験も含めて、考え方、知識も豊富になったので、まあ、相乗効果ですね。あの時の思いの闘争本能と、ここまで積み上げた知識が合わさった新谷仁美選手は、今最強なんじゃないかなと思うと、今回日本記録更新、前田穂波選手素晴らしい記録出しましたけども、更新ね、あり得るんじゃないかなというふうに思うんです。で、1月ね、大阪国際女子マラソンで、前田穂波選手が日本記録更新したことについてどう思いますかっていうね、まあ、インタビューの記事もあるんですけども、まあ、ただただ悔しいということを一言だけ述べているんです。で、この終わったタイミング、その日本記録が出したタイミングから、新谷仁美選手は食事の面を取り入れたと。で、本来、レースの直前、2、3週間前から、まあ、栄養士をつけて食事をコントロールする。多分おそらく体重の面とかね、まあ、コントロールしていくって話みたいなんですけども、まあ、今回は大阪国際女子マラソンが終わったタイミングから体のメンテナンスを始めたと。まあ、これはいつもよりも早いタイミングですね。まあ、前田穂波選手が日本記録更新をして、まあ、スイッチが入った瞬間なんじゃないかなと思うので、まあ、これで、日本記録更新、日本記録がタイムが上がったっていうひるむっていうよりかは、もうよりやってやろうっていう闘争本能っていうかね、まあ、スイッチが入った瞬間なんじゃないかなということでね、まあ、トータル、今回、いい方向に、ね、運んでると思うので、新谷仁美選手ね、今回日本記録更新ね、十分あり得るというふうに思います。ぜひですね、まあ、女子のね、ハッサン選手の記録もそうですけども、新谷仁美選手ね、まあ、日本記録更新をね、楽しみにしたいなと思います。僕、前田穂波選手もファンなんですけども、まあ、新谷仁美選手もファンなんです。で、僕の思いとしては、まあ、どんどんですね、日本のレベルが上がってほしいって思うのが僕は強いので、まあ、どんどん男子も女子も日本記録更新を塗り替えて塗り替えてみたいですね。毎年どんどん塗り替える大会が開催されるたびにどんどんいい記録が出るっていうのが僕はねちょっと個人的にねまあ見たいなと思っているので、まあ今回新谷仁美選手が東京マラソンに日本記録更新、そしたら来年前田穂選手が3位に日本記録更新すればまたそれは楽しいわけですね。ぜひですね、今回ね東京マラソン男子も楽しみですけども、女子のねマラソンもね皆さんね楽しみにね見てほしいなと思います。